エレクトロニカの世界、渋谷圭一郎の電子音楽マトリックス。音楽家の渋谷圭一郎です。俳優の高嶋政宏です。昨日からお送りしておりますエレクトロニカの世界、渋谷圭一郎の電子音楽マトリックス。昨日いかがでしたか。いや、ミュージックコンクリートって聞いたことないって言ってましたけども、実は聞いていたんです。実はもうずいぶん聞いてたっていうか、それ以外には、うんうん、僕の家の中の CD とかは語れないぐらいの、うんうんうん、もう深く密接な関わりがありましたね。そうですね。で、今日はね、90年代から0年代の、電子音楽、エレクトロニカと言われているものを中心にどんどん聞いていきたいなと思ってるんですけれども、最初に最近ですね、エブリリトルシングの持田香織さんのソロアルバムの中で僕一曲プロデュースしまして、はいはい、でそれもちょっと今回の番組のなんかと近いニュアンスがあるので、それをまず聞いてみたいなと思ってます。持田香織ソロ。このね、もうね、理屈抜きにこの
曲にこう電子音入るじゃないですか。もうたまらなく気持ちいいですね。じゃあちょっと昨日と同じようにまた、あの最近のもので、電子音楽で DJ よろしくお願いします。これは池田亮司さんからピターっていうアーティストに今ミックスしてますね。これもう覚醒しますね。もうあのね、体のどこかしどこかをかしこも もうピクピク高島さん言葉になってないですけどね。痙攣しますね。あ、今日も解説に佐々木敦史さんお迎えしてるんですけれども、はい、この辺からですよね、その90年代以降のテクノイズエレクトロニカ。そうですね、今の、この、ピタと、池田亮司さん、うん、両方とも90年代半ば1990年代半ばに、うん、登場してきた、アーティストですね、うん、これはカエルセンニコライのミルプラトーでのアルバノトの名義、一番最初のアルバムで、僕はこれかなり重要な作品だなと思ってるんですけど、ね、フェネスのエンドレスサマーっていう曲で、これはもうすごくロングセラーというか、もう定番ですね、この時代の。これ1日目と全然違う、あの反応が体に起こりますね。もう どう違います？いや、もうこっちはもうなんかこう体の中がこう動きまくるっていうか、刺激される、刺激される感じ。あ、そうね。なんか単純に比較して僕思うんだけど、高音が多いですかね、昔よりも今の方が。プチプチいってる音も高いし。そうですね、うん、高い音が増えたのかなって、昔に比べて。なんか昔の方がもっとこう、あの大きいスパンでこう流れがこう、うねりがこう来るんだけど。そうですね、うん、小刻みに来てますよね。小刻みに来て、うん、でなんか音の洪水度がなんかすごい、いろんな楽器の音もなんか混ざってるような。まあ、フェネスはこれギターと、エレクトロニクスを混ぜて、エンドレスサマーってこれすごいヒットした曲なんですけど、を作ったんですけど、まあその人間とテクノロジーみたいなことっていうのもかなり行われていて、僕が好きなのはスーサイドのアラン・ベガとパンソニックがやった曲がありましたね。これはそうなんですけどね。
パナソニックのミカバニューは人気のある人で、すごくビオークのリミックスをやってるんですね。うん、こんな感じで聞いてみたんですけど、いやなんか今聞いてて、電子音が人類を滅亡させるのか繁栄させるのか分かんないですけども、ミュージックコンクレートはもうこれはね、人類にとってね必然でしたね。あ、そのスタートから今、スタートから今、はい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 、もうこれかっこいいですもん。だってあのパナソニックは最近ね、残念ながら解散してしまったんですけど、かなりやっぱりいい人気が高いんですよ、すごく、うん、で僕自身もすごい好きで、あのファンだったんですよね、もともと。で最近その最後のラストアルバムなんかも出したんですけど、ええ、こういうですね、これ最高ですね、うん、かっこいいですね。やっぱいいですよね、いいですね、すごく。
一つ面白いのは刺激のタームがすごく短くなってて常に刺激を与えるみたいなところがあるんだけれども、同様にミニマルなスタイルがすごく多いんですね。反復が多い。でもそれって刺激と相反するものじゃないですか。だからすごく限定されたループの中の細かい刺激っていう傾向が続いていますよね。佐々木さんが一番最初にその辺で気になったのはやっぱりピタとか。そうですね、90年代半ばに、うん、まあ、あのいわゆる テクノミュージック、うんうん、まあ、ハウスミュージック、テクノミュージックみたいなのが90年代頭ぐらいからそのすごくこう盛り上がってくるわけですけど、うんうんうん、その盛り上がってくるあのメインストリームでの、まあ、クラブミュージック、ダンスミュージックの進化とこう、うんうん、パラレルに、もっとこう実験的でアバンギャルドなその電子音楽の流れっていうのがテクノ以後のものとして出てくるわけですね、うんうん、それが90年代半ばぐらいになってその、今までかけてきた、ピタであるとかあるいはパナソニックであるとか、うんうん、そういったその試みがこう出てくると、うんうん、あのこれはあの90年代半ば前ぐらいに、うん、あのラップトップコンピューター、があの一般的になってくるんですね。すごくこうあの安くなってきてあの、機能も高性能になってくると、うんうんうん、であの以前まではその電子音楽をやろうと思うとすごくたくさんの、ね、機材が必要だったわけですよ。でそれがあのラップトップのコンピューター1台で全部できるようになってきて、でそれでいろんな音楽をやる人たちっていうのは一挙に増えたっていうのがあると思うんですね。それ以前までやっぱり電子音楽スタジオで、実験的なことをするとかあのものすごくたくさんいろんな機材を集めて、うんうんうん、あのやるとかっていう感じだったのが、うん、あのもっと手軽になってきたってことによって、ね、あの新しいタイプのミュージシャンが、電子音楽に参入してきたっていうことがあると思います。そうだ、典型の一人はコンファーマーズマニュアルでメゴっていうレベルはあったんですけど、メゴとミルプラトっていうレベルができて、もう彼らは本当にラップトップパンクなんですよね、うん、ラップトップであの全てやる、で音楽どころかレベルの経理までやる、レベルの CD のデザインまでやる、だからコンピューター一つで全部やるんだみたいなところからスタートしてて、だからもう全くアナログ通過しない。でその動きは僕はかなり面白かったですね。これは誰なんですか？ファーマーズマニュアルっていう、まあ、変な名前のバンドですけど、僕がねすごく記憶に残ってるのはその中でカールス・ニコライが99年とかかな、2000年とかに多分本当に 2,3 回目の来日した時に会って、カールス・ニコライはすごくこのシーンでは代表的なアーティストの一人なんですけど、僕がラップトップとかを使うか使わないかぐらいの時期で、で彼と友達のオフィスで会った時に膝にラップトップ乗せて曲作ってんのね、うん、ちょっと時間が空いたからとか、で移動が多いからこうやって作ってるとかいうのを見て、あすごく変わったなって。だから要するにいろんなアウトボードとかいろんなシンセサイザーとかがなくてもどこでもできるっていう、で非常にデザインするみたいな音楽作るっていうのが、で多分これはすごく大きな動きになるだろうなっていうのを思ったのはすごい記憶、うんうん、今でも残ってますね、うん、でも今誰でも使うわけじゃないですか、ラップトップ使いますね、ええ、うん、でそうなればなるほどやっぱり、うんうん、その曲作りっていうのは、うんうん、もう大変な騒ぎになってきますよね。そうそう、だからあのアナログのね誘惑みたいなものに勝つのはなかなか難しいですよね、うんうん、他方でパナソニックなんかずっとアナログでやっててコンピューター使わないみたいな人たちもいるんだけれども、あのそうコンピューターで何ができるかっていうのは結構その大きいテーマですよね、うんうん、だから僕なんかがやってるのは池上隆さんっていう東京大学の複雑系っていうカオスとかの研究やってる人とコラボレーションして音楽作ってるんですよね。でそれはコンピューターのプロだから、コンピューターの中でシミュレーションとかをして研究してる人たちだから、うん、コンピューターの可能性が一番使えるのは多分彼らだろうってことで、僕的には多分そのいいバイオリンの曲書いたらいいバイオリニストでやりたいじゃないですか、ボーカルの曲書いたらいいボーカリストで、コンピューターでやるんだったらコンピューターのプロでやりたいと、うん、結構近いか。でも無限ですよね。うん。もう可能性。可能性はそうですね。すごくかなり広いですね。うん、90年代、0年代でいうと、佐々木さんだから2000年で一回で、なんていうかな、
区切りが来てっていう。そうですね、90年代っていう時代自体がやっぱりものすごいこう進化と変化の時代だったと思うんですね、うんうん、その、まあ、コンピューターのこともあるし、その テクノミュージック以後、テクノがエレクトロニカって呼ばれるようになっていって、こうすごくいろんなスタイルが出てきたっていうことがあると思うんですね。でそれが例えばこうピターであるとか、さっきのファーマーズマニュアルであるとか、これは両方ともオーストリアウィーンのメゴというレーベルのアーティストなんですけども、音楽従来 の快感原則、音楽の快感原則からいかに遠い形で新しい快感原則を見出すかみたいなところがあったと思うんですね。それ以前までの電子音楽っていうのはまだ割と楽器音とか、いわゆる従来の音楽の延長線上の中で考えられたのが、ね、いかに遠いかっていう。でそれでやっぱり多分高周波とか、普通の楽器では絶対出せないような高周波みたいな発想が出てきたんだと思うんです、それがまあ90年代すごい勢いで発展して、ちょっとこう10年間の中にこう本来だったら30年分ぐらいの歴史がギュッと圧縮してすごい勢いで進化しちゃって、でもう2000年から2001年ぐらいにそういった流れはある種のその完成を迎えるというか、だからアカデミックじゃ文脈じゃないところで快感原則から離れようっていうのはなかなか面白い動き でこれ今かけてる SND の曲なんですけど、これもグルーブしないハウスなんですよね。言ってみればグルーブしないテクノだったりグルーブしないハウスで、踊れないっていうのを徹底的にやるみたいな。そうですね、でもビートはあるみたいな。従来もともとテクノやハウスっていうのはダンスミュージックだったわけですよね、つまりそれを聞くっていうよりも体がそれに反応してこう、ダンスするっていうものだったのが、同じそのリズムのフォーマットとかを使っていても、例えば SND なんかは、むしろこうヘッドホンとかで聞いて、例えて言えばこう 脳が踊るっていうか、そういう感覚の曲を作っていて、でも結局なんか脳で踊ってるといつの間にか体も踊れるようになってくるっていうのが人間の面白いところで、途中からは SND みたいな音楽も、あるいはそういったその90年代以後 その、かなり実験的なタイプのテクノミュージックも、ダンスフロアで使われるようになっていったっていうのが、面白いところだなと思います。なんかちょっとレゲエからジャングルが出てきた時に、そうですね、たまたま早くしてみたらなんかあれもうこの普通の今まで通りのリズムの取り方じゃないところで、でもなんかこう体が反応していくみたいな。そうですね、だから人間は意外と何でも踊れるっていうことがね、あったりするわけです。あれ快感原則って何ですか。そう、いやもう体がどういうふうにしてこう自分 その、気持ちよさみたいな、かっこいい気持ちいいっていうのがその音楽の、いろんなその音楽がある中でもそのかっこいいってことと気持ちいいよく感じられるっていうのが、本当に基本中の基本だっていう話が1日目 の中でも出てきたと思うんですけど、そういったその部分っていうのが何どこまでの、試みだとかっこいいと思えるのか、どこまでだと気持ちいいと思えるのかっていうのが、どんどん広がっていったっていうのがあると思うんですね。快感原則だ。で踊れるとか踊れないってことでいうと、別に昔はその美しくちゃいけないみたいな前衛の時代っていうのはあったと思うんだけれども、もはやなかったわけですよね。90年代とか0年代っていうのは。にもかかわらずあえて踊れないテクノを作るとか、踊れないハウスを作るみたいなもののリミットっていうのあるし、設定して、でその上で想像力を爆発させるみたいな変なことが起きてたわけですよね、でこの爆発力はなかなかすごいものですよね、今振り返っても。これラップトップの前に座りながらもこれを聞く、そのリスナーたち の、その肉体的やら精神的なことまでもう司ろうとするこの行為っていう、いやそうそう、だから最初はだからラップトップのコンサートに関して結構反発っていうのはあったんですよ、例えば DJ だったらリズムに乗ってレコードかけてるわけですよね。だからそれはある種の一体感っていうことが強要されてるわけだけれども、で強要もされてるわけだけども、ラップトップのミュージシャン踊んないですからね。でもうラップトップのミュージシャンが踊ってなくてフロアが踊ってるっていうのはなかなかこれは面白い現象で、僕印象に残ってるのは佐々木さんオーガナイズしたSND と ルオモってアーティストと、もし誰でしたっけ、はいはい、やりましたね、ミルプラトーナイト、ね、ミルプラトーナイトっていうのがあって、でその時は結構みんな踊ってましたよね。でもそうですね、ステージは全然乗ってないんだけど、そうですね。
大体この辺りのアーティストって あんまりこうキャラクター的にももう踊りそうにないような感じの、うん、人たちが言ってみればちょっとコンピューターオタクみたいな人たちだったりするわけです、うん、でもその人たちが作る曲っていうのが結構こうグルーヴがあって、うん、クラブにこう集う人たちには受けちゃったりとかするってこともあったりして、昨日も少し話題に出たオバルも復活するんですよね。でもこうやって聞いていくとあれですね、90年代0年代の音楽って実験的とは言っても全くノンビートとか全くランダムってことは結構少ないですね。少ないですね、うん、そういうものもあるんだけど、うん、そういうものってのはやっぱり最終的にはまあ、受けないんだよね。受けない、うん、やっぱりどっかで完全になんかなんだろう、破天荒なことをやってしまうよりも、うん、どっか一つでもいいからちゃんとこう不特定多数のリスナーのどこかにこう働きかけるような要素がないと、ある種のなんだろうな、音を使ってどういうことをできるかっていう実験的な方法論っていうのは、うん、実はもう90年代よりもずっと前に大体出揃ってるわけですよね、うんうん、その出揃ってる中で何をどう組み合わせて、うん、さっきの言葉で言うと快感原則に訴えられるような形にするかっていう一種のセンスの問題みたいになっていて、だからこの実はなんだろうな、音色的な部分でこう耳新しい耳慣れないものがあっても、うん、実は結構普通の人も聞いてかっこいいと思えちゃったりとかするっていうのがあったんですよね。だから受けたってのが、そうですね。例えばこのオバルっていう人は CD のスキップ音、ハリ飛び音みたいなのを、音飛び音をビートに使ってるわけですよ。で全く同じような手法なんだけど全く違うコンセプトで、利根安直さんっていう、ね、今72、3歳のおじいちゃんがニューヨークに住んでるテンション楽アーティストがいて、その人が作ってるCDなかなかすごくて、これは万葉36から37作品なんですけど、これは万葉集の4000首を全部画像データに変換して、画像データからノイズを作り出して万葉集の音響化をやろうみたいな壮大なプロジェクトがあって、で10年以上かけてずっとやってたものが最近完成したんですよ。ちなみに4000首全部聞くと2000時間以上かかるんですけど、っていう怪物的な。ちょっとこう音高くなりましたけど、うん、ちょっとこの第1日目のところにこう、うん、またこうグーッと戻ったような感じが世代的には完全にそうですよね。今72、3歳だから完全に前衛の世代なんだけど、この人もメゴとかミルプラトのアーティストからすごい支持されてたりとかするっていう、なんかアナーキーな感じしますよね。なんかすごく、いやめちゃくちゃアナーキーな人ですよ。90年代ってコンピューターの話もそうなんですけど、デジタルテクノロジーがすごい勢いでこう進化した時代で、うん、で
テクノロジーが進化するとともにそれによって可能になる音楽っていうのもどんどん増えてくるわけなんですけど、そうするとやっぱりこう必然的にそういうテクノロジーの裏をどうやって書くかっていうことを考えるような人も同時に出てくるわけですよ、うんうんうん、でそのオバルとトネヤスナオさんは、あのオバルはマーカスポップっていう人がやってるんですけど、まあ、マーカスポップとトネヤスナオさんは どちらもその CD の、 あの普通だったら故障だと思われるような CD のスキップを、CD のいわゆる読み取りの盤面に、ペンであの落書きをしたり、あるいはその、いわゆるテープを、貼ったりとかしてですね、でそれでこう人為的に、スキップを起こさせると、CD プレイヤーは普通に動こうとするんだけども、あの CD 自体が汚れてたりとかするからついスキップしちゃうと、でそれ自体をその音楽の作り方に取り込むってことで、こういう発想っていうのが90年代に、グリッチっていう風に、グリッチ、まあ故障ってことですけど、うんうん、という風に呼ばれてですね、うんうん、あの流行るんですよね、うんうん、つまりこうそれもまああの、一つのその、CD をスキップさせることだけじゃなくて、例えばコンピューターがクラッシュする音であるとか、うんうん、そういった音っていうのをそのまんまその自分たちの音楽の中に、発想自体に取り込んでいくってことが、いっぱい行われていったという、あのサイクロっていうグループがあって、池田亮司さんとカール・セニコライがやってるグループで、はい、彼らはだからそのエラー音を使ったあのファンクみたいなみたいなものを試行してて、これなんですけど、サイン波とあのホワイトノイズとエラー音によるなんかグルーヴがある、うまく見た、このプーピーっていうのはサイン波ですよね、うん、時々ギュルッとか言ってるのは多分こうクラッシュした、コンピュータークラッシュした時のことですね。これ新しいファンクですよね。そうですね、これも出てきた時にすごい新鮮なって印象がありますね。こうやって今ずっと聞いてると、あのリスナー的にはね、うん、じゃあ電子音楽の、うん、みんなが大半の人が始まりだと思ってる日本で、うんうんうん、あの YMO とか、うんうんうん、あの辺はじゃあどのあたりなんだっていう。そうです ね、50年代から始まったとして、いろいろ CD を集めてたら70年代半ばみたいなものっていうのは実験的なCD っていうのはすごくたくさんあるんですよ、うん、で80年代ってものが異常になくて、で飛んで90年代なんですよね。で80年代の多分電子音っていうのは完全にポップの文脈にあったんでしょうね、うん、アカデミズムの中に閉じ込められてたものっていうのはあったけど、まあ、それ知らないし人は。であとはサンプラー で、それもサンプラーも結局ヒップホップにが一番うまく使ったというか、うん、うん、であとシンセサイザーは YMO とか、ええ、テクノポップの文脈で駆使されて、まあね、でアンビエントまで行くわけですよ ね、でも、うん、確かに YMO だとやっぱ楽器入るじゃないですか、うんうんうん、生楽器が、うんうんうん、そうすると今までずっと聞いてきたのとはまた違う感じ で、ね、でも一般の人からすると、うん、電子音楽、うんうん、YMO みたいなそのイコールの図式みたいなのが、うんうん、強力にあるでしょう ね、それは、うん、そうですね、あの YMO に代表されるテクノポップって言われる音楽は、まあ、あの極めてこう80年代的な音楽であるわけなんですけど、うんうん、まあ、その後もずっとその YMO であったあの、うんうん、細野晴臣さん、坂本龍一さん、高橋幸宏さんの3人はずっと音楽活動をなさっていて、うん、であの今日、もうあの紹介されている、カール・ステン・ニコライ、アルバノトっていう名前であの音楽活動をしてるんですけど、そのアルバノートや、クリスチャン・フェネス、フェネスなんかはですね、坂本龍一さんとここ数年はあのずっとコラボレーションをして一緒にアルバムも出したりとかしているんですね。だからあの80年代 そのテクノポップの人たちっていうのも、うん、あの実は、ずっと、あるいは細野さんも、
たくさんのエレクトロニカアーティストからすごくリスペクトされている存在だったりとかして、うんうん、実は歴史がつながってたりもするという、ね、これ坂本龍一さんとフェネスがコラボレーションしたもん、ね、サンドルってアルバムですね、うんうん、とうとうとしてますよね。うんうんうん。フェネス の、 先ほどその DJ の時に流れていた Endless Summer という、まあ、名曲があるんですけど、その曲もそれ以前までは本当にもう、コンピューターの中で生成した電子ノイズだけで、展開していた曲にギターによる、メロディー、ちょっと甘酸っぱいメロディー を、うん、を入れることによって、うん、どっちのファンも獲得したというか、電子音ファンも聴けるし、従来の音楽のファンも、ちょっとこう心動かされる曲っていうのを作れたっていうのが大きかったと思うんですけど、やっぱどっかでそのピアノっていう非常にこう音楽的な楽器と、90年代以後出てきたその電子音楽っていう電子音響っていうものがこうすごくこういい形でこうもう一度こう出会うことによって新しいタイプ の、 その音楽になっているっていうことが言えると思いますね。あとピアノがやっぱり高度に発達した楽器だから電子音との相性が良すぎるんですよね。非常にいいんですよね。僕の曲なんですけど、これは自分の弾いたピアノと電子音をミックスしたアタック000ってアルバムなんですけど、なんかそのピアノの音とその電子音の相性はすごくいいっていう話なんですけど、うんうん、最初 の、 その、持田香織さんの、うんうん、空、はいはい、を聞いた時に もう多分、リスナーの人も思うと思うんですけど、うんうん、すごく特徴的なのは従来それ以前までだったらピアノの音の方が上に来る感じになると思う、聞こえると思うんですよ。ところがその空にしても今の曲にしてもピアノの方が奥にいて、そうですね、その聞いてるともっと手前に電子音の方があるっていう、でそれは多分なんかすごくそれ以前までの音楽の発想と違うと思うんですよね。あ、それはあるかもしれない、うん、持田さんの曲とかも例えばだけど10年と言わず5年前だとしてもあれ完全にポップスのプロジェクトなんで僕のプロデュースで任せられてたんだけど、前半にすごい結構ノイズが入ってるじゃないですか。
あれ聞かせたら絶対 NG だったと思うんですよ、うん、5年前だったら。で今回やってみて全く誰も止める人はいなく、持田さん本人もおっしゃれとかいう感じで、でやなんかたびたび最近思うのはかなり市民権獲得しているというか、そのノイズだからこれはちょっとなしなんじゃないみたいな TPO 的な排除っていうのはもうかなり減ってて、あのかっこいいノイズとかおしゃれなノイズっていうのは確実にある、うん、でそれが組み合わさった時はより効果があるっていう現象は起きてますね。なんかあの相対性理論でやった時のボーカルの女の子の声ももうこうささやくようなね、うん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 、で今回持田さんのやつも、うんうん、あれはエフェクトしてちょっとウィスパーっぽくしてる感じなんですか、うんうん、エフェクトっていうよりもね、今 DSD っていう新しいテクノロジーが出てきてて、これも僕はそのエレクトロニカとか電子音楽の歴史の延長線上に語られるべきものだと思っていて、すごく解像度が高く取れるんですよ。 CD の128倍、はいはい、SACD の2倍の解像度で取れるんですね。でささやく声っていうのは基本的にリップノイズとかが多いってことなんで、リップノイズとかってちゃんと取れるとノイズじゃなくなるんですよね。ある種の表現っていうか必要な音になる時っていうのがあって、誰気づいて未来の、だったらそれをもうきちっと取った方がいいんじゃないかと思って、僕は持田さんの時も相対性理論の時もそのかなりそれを強調する方向で DSD を使ったんですけどね、うん、なんかはピアノの高音と声だけだからかなり声フィーチャーされてますよね。で、すごく乗ってるわけですよ。リップノイズも、あの、ね、息が漏れる音も。で、まあ、あのクラシック的な発声とはまあちょっと違うんだけど、その息をとにかく流すことで、そうですね。それがあの、まあ、これは倍音というか、まあ、マイクで撮ってるから、うん、この倍音は出るんですけども。で、これがいいなと思ってたら。あのナードとかマスタリングしてる、ナードとかジャネット・ジャクソンマスタリングしてる、うん、あのエンジニアに頼んだんですよね、マスタリングを。そしたらガンと上げてきましたね、ここのボリュームを、うん、やっぱり ここのノイズがすごくいいと思ったんじゃないですかね。多分本当あの人間の出す、うん、なんですかね、具体音を使った音楽っていうか、うん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 、だから解像度っていうのはやっぱりそのテクノロジーと音楽考える上ですごい大きい問題ですよね。あの DSD ってまだ全然知られてないんだけれども、僕は多分ここ 1,2 年すごい重要なテクノロジーになるなと思ってて、あのデジタルミュージックにとってもかなり大きい技術になるんじゃないかなと思ってですね、うんうん、あの DSD はなんかそのこう最先端ってことだと思うんですけど、うん、その解像度っていうのは本当にこうキーワードの一つだなというふうに思うんですね。そうですね。90年代にその、うん、まあそのエレクトロニカというか電子音響コンピューターを使ったその音楽の中で、うん、あの言われたそのさっきはグリッチとかいろんな、うんうん、あのキーワードが出てきましたけども、あのものの一つとしてマイクロスコピックっていう言い方があったんです。それ顕微鏡的っていう意味なんですよ、うん、つまり顕微鏡で拡大するみたいにして音を扱うというですね。でこれはやっぱその解像度の問題で、うんうん、そのテクノロジーが進化するとともに音の扱い方がどん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 ミクロになってくるっていうことがあって、うんうん、でそれでこう、まあ、コンピューター使って非常に細かい非常にこうあのミクロな作業ができるようになったんだけど、それとともに聞く方の耳もの解像度も上がっていったわけですね、うんうん、だから、それがこうずっとこう進化してきて、DSD のその
本当にこう人間の吐息やリップノイズのものすごく細かいところまで記録して、それをこうヘッドホンで聞いたりとかして、うん、なんかこう本当に耳元で囁かれてるような音楽っていうのもなんかある種の感触まで含んでるような表現になってる、なんかの ホロフォニックでしたっけ、ホロフォニックありましたね、ホロフォニックス。いやしかしでもこうやって聞いてると、うん、あの今あのハイポジっていうバンドあったじゃないですか、ありましたね、あれをこの解像度でやると、うん、またあのささやきの森林美穂さん、もう確かにそのイスパーっぽかったですね、うん、もうあれたまらない感じが今もうものすごいすごい近い、あの耳に近い感じになりますよね。だからその近さとか解像度っていうのは多分電子音楽のみならずテクノロジーと音楽、あとやっぱ情報環境もそうだと思うんですよ、うん、音楽はなんか少し先行してた、うんうんうん、そのマイクロスコピックもそうだし、全体的には情報環境に対してその解像度が上がったのが早かったなって気は僕はしてんですよね、うんうん、そうですね、その通りだと思います、うん、電子音楽の番組が今NHK の FM でこうやってやってるっていうことも、まあ、その一環だと思うんですよ、うん、あるな流れの必然だと思ってて、あのやっとなんかその流れとか情報密度とか解像度っていうことがこうあらわになってきたというか、うん、具体的な形を持つようになってきたという気はしますけどね。でなおかつ聴いてる人がかっこいいじゃんっていうのですよね、うん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 、ちょうど融合してる感じで、最近のものだと何か。最近はね、やっぱりここ数年ではやっぱりパフュームでしょうね。パフュームそうですね。ポリリズム、うんうん、もうポリリズムって言ったらあの、うん、エドリアン・ブリューとロバート・フリップの、うん、クリムゾンのフレームバイフレームとかあの辺だけかと思ったら、いきなり女の子がポリリズムっていう曲出したとき、うん、衝撃受けましたけどね。ポリリズムじゃないんですけどね、はい、それも衝撃なんですけどね。衝撃なんですけど、なんでポリリズムなんだと、うん、でもあれも結局あと映像とのアディクトとかっていうこともかなり強いじゃないですか、うん、そうですね、あのね、うん、3人がねあの同じ振りをすると、うん、あの本当になんかこういいっていう気持ちいいんですよね、うんうん、あれももう理屈抜きに、うんうん、だからそのおそらくテクノロジー使ったアートとか音楽っていうのはそういうアミューズメント性というかそういうものとなんか先端的な表現が共存、変な形で共存してるっていう方向に多分なってくんじゃないかなって気はするんですよね。僕はすごく面白いと思ったのはむしろその Perfume はね、うん、あの声をものすごくこうエフェクトをかけて、うん、こう誰が誰の声か分かんなくしちゃってるわけじゃないですか、うんうん、つまり、まあ、いわゆる80年代に YMO とかがやってたそのボコーダーで声を変えるみたいなことの現代版ですよね、うんうん、あれはね、うんうんうん、であのなんか そういう形の、その、なんていうのかな、ある種の没個性的なね、うん、あのまあ、テクノっていうのはそういうもんだったわけじゃないですか、どん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 匿名的になっていくみたいな、うんうんうん、あのそういうようなその音作りの方向性と、うん、あのでも実際のその Perfume の人気っていうのは、うん、3人のメンバーそれぞれがキャラもルックスも違っててっていう、こうキャラ人気ですよね、うんうん、だキャラクターにつく人気みたいなものとそういうこう没個性的なベクトルっていうのが一つのアーティストの中に共存してるっていうのはすごく面白いなと思ったんです。なんかデビッド・モーションとかもね当時やってましたもんね、もういろんなボーカルとにかくこう処理して
そうですね、ボーカルの処理っていうこと自体はむしろその、あのそんなに新しいことではなくて、うん、その Perfume の、 その、中田泰孝氏 の、 その声 の、 その変調っていうのも、あの使ってるテクノロジーはどんどん進化してると思うんですけども、うん、その結果として出てくる音自体が それ以前に、なかったかっていうとそういうわけでもないと思うんですね、うん、でにもかかわらずそれが逆に新鮮に聞こえるっていう時代が訪れたってことだと思うんですね、うん、そう、あとそのさっき言ったちょっとメディアアートとかそういうテクノロジーアートみたいなことで言うと三次元立体音響っていうのはやっぱりかなり面白くて僕がやってるんですけどその音の動きがパンみたいに左右じゃなくて縦もあるっていうのがあるっていうの で、 で2006年に作ったフィルマシンっていうインスタレーションがあってそれのヘッドホンバージョンっていうのがあるんでまあ今岸君もこれ3人ともヘッドホンしてるのであのもし可能でしたらリスナーの方もこれラジオヘッドホンで聞いてもらいたいんですけど。フィルマシンフォニックスって僕の2007年のアルバムですね。なるほどね。音が確かにこのね上行って、うん、あのポッキマトリー の、 あのスティーブン・ウィルソンが、うん、クリムゾンのリザードで 5.1 で聞くと音が一周、はいはい、頭の周りをするみたいな。でもこれ縦もあるでしょ。縦ですよね、うん、回るだけじゃなくて 縦はすごい脳がかき乱されますみたいな。なんかこう洗浄される感じ、うんうん。いやよくその自然を超えるような複雑さとか自然を超えるような体験を音で作りたいと言ってるんだけどこれ比喩じゃなくて例えば音が自分の中通過するとかってあの新幹線が目の前通り過ぎるってすごいじゃないですか、でもあれ自分に向かってきては死にますよね、でも音だったら大丈夫じゃないですか。そうですね、だから現実には起きないことですよね、人力に作らないと。すごいわ。そうこれね寝られなくなっちゃうんですよ。これね。これで、ね、覚醒されて。今ニヤニヤしてましたけどね。ね。いやいやこのなんかこのね脳の中をね本当にいじられるっていうもの。うんうん。これは脳内エンターテイメントですよこれね。クセナキス 初日でかけたクセナキスもその、ね、うん、あの空間的な音ですね、そのあのいろんな楽器の音とかがこう空間的にこう動き回るっていうものだったんだけれども、その系譜に、今 の、 そのフィルマシンなんかは ね、あるですね、うん、にもかかわらずその従来の空間音響っていうのはやっぱりある空間の中でいろんなスピーカーをたくさん使ってするものだったんだけど、あのフィルマシンはヘッドホンでこう脳内の空間の中で音が動くっていうことなので、ね、一種のバーチャル空間なんだけれども、うんうんうん、にもかかわらず非常にこう具体的な形で音が、うん、あの動き回ってることが分かるっていうことですね、うん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 、だから結構まあもう数年前から見えてきたんだけれども、ね、やっぱり多分エレクトロニカとか電子音楽っていうの可能性っていうのは解像度とその音の動きとか、ね、運動性っていうのに伴うなんていうのかな、うん、この快感原則の更新みたいなことにまだしばらく続くの、うん、でその精度っていうのが多分どんどん上がっていくのと、うんうん、そうですね、人々の気がついてきてるかなって気は最近すごいしますね。うん、
エレクトロニカの世界、渋谷圭一郎の電子音楽マトリックス、なんとなく電子音楽とかどんな音楽なのかとか、まあ、今の現状とか意外と、ね、結構楽しい、楽しめるっていうか、気持ちいいもんだってことは分かっていただけたんじゃないかなと思います、ね、もう気持ちよくなっちゃって今もうどんどん2日間にわたって解説をしていただいた佐々木彩さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にこの、番組をきっかけに、うん、より多くのですね、うん、新しいリスナーがこういったタイプの音楽に、うん、また興味を持ってくれるといいなと思いますね。そうですね、はい、エレクトロニカの世界、渋谷圭一の電子音楽マトリックス。それではまた明日、お相手は渋谷圭一郎と高島正弘と佐々木敦史でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。